なあ霊夢、現在私たちが住んでる地球上では、世界各地で資源不足が問題となっているな。そうね。今のままでは近い将来、自然エネルギーが底を尽きてしまうとも言われているわ。そんな中、世界各地では C 国やロシアが、未だ見ぬ海の底にある海底資源を手に入れようと、海底調査を行っているんだぞ。あの C 国やロシアも、これは気になるわね。ということで今回は海上自衛隊の潜水艦に革命的な技術が、海中でキロワット級の電力を無線給電で潜水艦 UUV の有機的稼働効率が飛躍的に向上、をお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、世界各地の海で、資源探査と採掘が行われているな。そして、資源は深い海の底にあるんだ。うむ。海は深いは大きいわー。歌ってる場合じゃないぞ霊夢。そこで絶対的に必要となるものといえば、潜水艦だな。ほう？潜水艦で海底探索するのか。ああ。そしてそこで問題となっているのが給電問題だな。給電？そういえば私、スマホの充電忘れてたわ。マリサ、ケーブル貸して。ほい、トニー。ておい、今充電してんじゃねえよ。まあ、話がそれたがこの給電が大きな課題となっていたんだが、なんと新たに無線給電できるという情報が入ってきたんだぜ。無線給電？え？それってスマホのワイヤレス充電みたいな感じ？どうだろうな。そこで今回は、調査用の潜水艦から自衛隊や軍向けの潜水艦までもが飛躍的に稼働率が向上する、無線給電について解説していくぜ。これは興味あるわー。まず、話題となっていたのは東京都に本社を置く住友グループの電機メーカー日本電機株式会社、通称 NEC が開発に成功した、海中無人機 UUV 向けのワイヤレス給電海中用アンテナだぞ。おお、なんそれ？まるでわからん。このアンテナは海中の UUV に効率よく大電力を伝送できるらしいんだ。これにより、UUV の稼働時間と作戦範囲が飛躍的に拡大すれば、情報収集から攻撃まで用途は限りなく広がるぞ。また海洋環境での海源調査や採掘などの分野でも、行動を大幅に拡大させることができるな。すごい。でもさ、その海中無人なんちゃらって何なのさ？海中無人機 UUV とは、そもそも UUV とは状況に応じて決められた潜航ルートからの逸脱や、緊急浮上などの判断を行うことができる能力を持っている自立型無人潜水機のことだぜ。ふむふむ。こいつはな、遠隔操作を必要とせず、機器本体が自律的に状況を判断して全自動で潜航できるのが特徴だ。この UUV は蓄電池や燃料電池、閉鎖型内燃機関を動力として、深度6000メートルで活動するものもあるんだぞ。ま、マジかよ。6000メートルって、正気の沙汰じゃないわよ。しかも、UUV は天候の影響を受けず、24時間の調査も可能だぞ。さらには、自立制御が可能なため、省人化、省力化、複数機運用によるコスト削減が可能となっているんだ。何から何までありがてえ。でも、6000メートルの海底で何をするのよ？もちろん、用途としては石油資源開発においては石油プラットフォームや海底パイプライン等の建設前の敵地選定、パイプラインの点検などだな。ふむ。パイプカットの点検か。一回海の底に沈めるぞ。そして、科学調査や研究においては既存の石油ガス資源に加え、メタンハイドレートやマンガン固塊、レアアースなどの海底鉱物資源の探索や採鉱時の環境モニタリング。また海洋環境ではクジラや魚類の生態調査を、より人員に依存せず効率的に実施するためにも活用されているんだぜ。ええ？そんなことにまで使われてるの？知らなかったわよ。しかもな、UUV には多種多様なセンサーが搭載可能なんだ。元素や化合物の濃度、光の減衰や反射、微生物の存在を測定するためにも利用されているんだぞ。とにかくすごいことは分かったわ。でもそれが、自衛隊と何が関係あるのよ？そして自衛隊においては、海洋任務における機雷の不設状況や、沿岸域の防衛領域での未確認物体の把握などに使われているんだな。ほう。なんか知らんがすごいわね。だな。海上自衛隊では、自立型水中高層式機雷探知機 OZ-5 が活躍されているぞ。機雷探知も無人機がやる時代なのか。それじゃ、その OZ-5 の性能とやら、見せてもらおうか。この海上自衛隊が運用する UUV は、科学の進歩とともにステルス機雷などの探知しにくい沈底機雷や、浅瀬海域で泥中に埋没した機雷など、既存の探知機では探知困難な機雷を発見するために作られたんだ。なるほど。艦艇が機雷源に侵入して、機雷捜索をすることが難しくなってきているのか。だな。
そこで探知困難な機雷を安全に探知するため、海上自衛隊では無人で広範囲を的確に動く水中無人機が導入されたんだぞ。ほほう。こりゃ、聞けば聞くほど知りたくなるわ。オズ5の性能とやらを。視聴者の皆さん、オズ5の機雷探知能力についてどう思いますか？コメント欄で教えてね。それじゃ、海自のオズ5をさらに深掘りしていくぞ。この無人機は2023年より、対戦、防空能力を持ち、揚陸部隊や補給部隊などの援護を任務とする、最上型1番護衛艦最上、2番艦熊野、3番艦の城、4番艦三熊に配備が開始されているな。もうそんなにたくさんの艦艇に配備されているんだね。ああ。このオズ5は全長4メートルで、幅 0.5 メートル、重さは 200kg で、最高速度は5ノット時速 9.26km だぞ。意外と、大きいです。かあ、2024年現時点では、ロシアの侵略で始まったウクライナ戦争でも、両国が国海に数百発もの機雷を配備したと見られているんだ。おいおい、海上封鎖しすぎだろ、プーチン用。だな。まあ、機雷の配備は比較的安価であり、C 国や北朝鮮などの国々は、日本やアメリカなどと紛争が発生した場合、接近阻止領域拒否能力として、多くの機雷を使用すると見られているな。そのためにすでに、大量に備蓄しているとの噂もあるぜ。それなのに日本と来たら、備蓄しているのはラブライブ、のポスターだけというね。それはお前だけだろ。まあ、C 国や北朝鮮と戦争になった場合、オズ5無人機で機雷を除去できれば、海上交通路をより効率的に確保できるとされているな。うむ。それじゃこのオズ5、1億個注文しましょうよ。ちょっと待て霊夢。何よ？今マリサのクレジットカードで決済しようとしてたのに。このオズ5、充電式リチウムイオン電池を搭載してるんだが、9時間の時間制限付きという欠点があるんだな。は？ 9 時間しか使えないの？ UUV、雑魚くない？それじゃ、UUV の給電についても解説するぞ。従来、UUV は海上からの優先供給や搭載バッテリー、燃料電池からの電力を頼りに運用されてきたんだ。ふむ。だが優先の場合、自由度に極めて大きな制約を受けるし、バッテリー駆動の場合は稼働時間の短さという重大な欠点を抱えていたんだな。例えばバッテリー駆動の UUV の運用サイクルでは、実質的な作業時間が全体のわずか1割に過ぎず、残りはバッテリーの交換や移動に費やされているのが現状とのことだぜ。つっかえ。そのため UUV の使命である海底資源の探索や施設の点検、機雷の探知などは時間に追われる戦いとなってしまっていたんだ。なるほどね。時間との戦いなんじゃ、機雷を取り残す可能性もあるわよね。だな。そんな中、開発が成功したと発表されたのが NEC のワイヤレス給電可能な海中用アンテナというわけだぜ。それでワイヤレス給電可能な海中用アンテナとは、どんなものなの？ NEC が開発したこの革命的な充電技術だが、今までは海中における給電技術は空中とは違った厳しい課題があったんだな。うむ。海の中では防水や水密といった障害があるわよね。ああ。それに加え、ゴミの混入や潮流の影響による短絡や精密な接続の困難さなどもあるぞ。こうした課題を克服するため、非接触型給電技術、つまりワイヤレス充電が有効とされていたんだ。しかし、このワイヤレス充電も、海洋生物の付着のような新たな問題で停滞していたんだな。うむ。空中のワイヤレス給電技術を海中にそのまま適用することはできないのね。そうだな。また、媒質内部のエネルギー損失の大きさからも、高効率で、大電力伝送を可能にする新技術の開発が急務となっていたんだぞ。うむ。何言ってるかさっぱりわからないけど、とりあえず NEC、グッジョブね。そして今回、NEC から発表されたこの技術は、海中での送受信アンテナ間の離れた距離にもかかわらず、高電力で優れた伝送効率も実現できるというものだったんだぜ。うむ。なんて言ってるかやっぱりさっぱり全くわからないけども、NEC、慢性なのよ。しかもな、海水という厳しい媒体の中で電解エネルギーがイオンの移動により消耗されるという困難に直面しながらも、NEC の技術者たちは決して諦めなかったんだ。ついには有電体アシスト構造という革新的なものを見出したんだぜ。ほう？その有電体アシストというのは何なんです？これはスパイラルコイル管に挟まれた有電体層を通じて、強大な電解エネルギーを海の深さに放射するものだな。これにより遠距離伝播が可能になり、高い伝送効率を実現できたんだぞ。なんだろう、私さっきからマリサが言ってることが1ミリも頭に入ってこないのよ。安心しろ。視聴者の皆さんはちゃんとついてきていると思うぜ。また、塩水や水圧の変動に耐えることができ、長期間の運用にも対応できるそうだ。うむ。
高い性能と信頼性を備えているのね。そして、NEC が開発した 50W 級のアンテナ、電解と磁界のエネルギーを海中にて効率よく伝送することを可能にし、UUV の稼働時間と活動範囲の拡大を実現させてくれるそうだな。すげえ。そしてついに、NEC の技術者は 50W から、キロワット級へと開発を進めた。アンテナ内に流れる大電流に対応するため、厚みのある銅線で形成されたスパイラルコイルを使用し、交流電体装としてガラスクロス入りの相関接着シートを用いるという方法が模索されたらしいな。まあ、NEC によるとまだまだ開発途中とのことだが、これからさらに飛躍していく技術だと思うぜ。そうね。NEC、日本の誇りだわ。それじゃ、今後の設置計画や運用についても教えてよマリサ。この海中用アンテナが今後運用されれば、UUV が必要な運用範囲や作業エリア、そして必要な電力を把握した上で、高い伝送効率を保てるようにアンテナの向きや周波数の微調整まで、様々な課題が待ち受けていると思うぜ。ふむ。新技術だけに、まだまだ課題も多いわけか。だな。そして、海底に固定するための支柱やケーブルにより、最適な箇所に設置される予定だ。また、電力伝送の際にエネルギー損失を最小限に抑えるためには、アンテナの設置角度や距離が重要とのことだぞ。さらに、防衛装備庁は大幅に長い運用期間を想定した長期運用型 UUV を2027年度までに開発することを目指しており、基本型はすでに完成済みで、改良型の試験を2026年度にも始める計画となっているんだ。なぬ？それってこの NEC の新技術ありきの話よね？かもな。開発にあたってはエネルギー補給技術のみならず、長期間の自立行動を可能とする自己診断能力や自己修復性能力を持った、高度な自立制御技術が課題となっているようだな。この防衛装備庁の UUV は様々な運用法が想定されているため、後部の推進機構や前部のカメラ部分とは別に、中央部をモジュール化し任務に合わせた構造にすることで、開発期間を短縮するとともに、コスト削減も図っていくそうだ。おお、日本の企業と防衛装備庁の合わせ技が見れるのか、すごい時代に生きてるわね私たち。だな。またアメリカ国防省とアメリカ海軍も、この技術の戦略的価値を高く評価しており、日本の海中給電技術の進化は、今後さらに世界から注目されること間違いないと思われるぞ。うむ。刮目せよ、我が国の技術力に。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられているから、一部を紹介するぜ。お願いね。おいおい、相変わらず日本の開発技術はクレイジーだよ。これが使える時代が来たら原子力潜水艦を超える時代が来るだろうな。こんなすごい技術を日本は世間に公開して大丈夫なわけ？もっと国の機密事項にしてもいいと思うけど、だよね。警告や四国、北朝鮮といったご近所さんがいつ技術をパクリに来るかわからんだからさ。完成して運用されるようになれば、日本の軍事力は間違いなく世界最強になるだろう。今はアメリカや四国の軍事力がランキング上位だけど、技術面に関しては日本はすでに世界一だよ。と、日本への熱いエールがたくさんあったな。UUV と NEC が開発した無線給電システム、これで日本は最強なのよ。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。